僕はもう50歳超えたら後進を育てるじゃないけど、うん、そういう人たちを引き上げたい。じゃあ沖さんが50歳で下が30歳離れてて、しかもあると、うん、こことここは戦えないです。あそうだね、ここはここの人が見るし、ここはここの人、要はさんまさんとその今出始めのお笑い芸人は全然土俵が違うじゃないですか、その訴求先が、ってなるともう怖い、来そうじゃないし、当然この世代も見てるんですよ、うん、いかんせん人口が少ないですよ、ここ。ああ、打つ人が少ないっていうのもっていうだけの話ですよ。ああ、そういうこと。だからこの人を引き上げるなんだっていうのは、うん、俺からすると おごりです。ああ、そういうことなんだ。できないです。で、唯一できるのはそれなりの舞台を用意してそこに出してあげるぐらいしかないんですよ。だから力を貸してあげるって言ったら、じゃあここに沖さんが出会って何の効果もないです。なるほど。もう何の意見もないです。